はい、皆さん、オリビア・ウキです。今日も、ホール、ね、ギャップ、アバクロ、カルバンクラインだとかいろいろいたので、久しぶりにホールをしたいと思います。その前に最近話題になっているこちら、スターバックス。スタバのシンボルマークは赤じゃなくて緑でしょっていうことを訴えるためにデモをして、スターバックスのね、スタバの、お店まで押しかけた、人たちがいるということだったんですけれどもね、別にシーズナルでやってるだけだし、ね、クリスマスっていうね、なんていうの、モチベーションとかも上がるから、まあ可愛くていいんじゃないかなと思いました。そう、皆さんどう思いますかね。このスタバが赤いということで、なんか批判を受けてるようです。はい、ということでホールの続きなんですけれども、まずはこちら、アバクロ、こちらからいきます。アバクロでは、じゃらん、こちら、この見て、超さ、なんて言うんだろう、すっごい肌触りがいい、柔らかいね、素材です。絶対あったかいから気持ちいいから、そうそう、こちらを買いました。フリーもついてるからさ、いい感じなんですよね。かわいい、マスト必要。なんかさ、腕とかはさ、細いじゃないで、長袖のさ、なんか薄手に、まあ、これだけでもすっごい暖かくなるから好き、大好き。たらーん、続きましてホリスター。ホリスターはこちら、こちらだけなんですけれども、これもね、夏用。まあそれか、こういうね、今日みたいにさ、すごい天気に暖かい日に着て、まあ上からカーディガンだとか、簡単にジャケットだとか、これはさ、なんかさ、見せてもいいブラと着たりね、まあチューブトップと着たりもね、いいと思います。黒は何でも合わせやすいから本当に大好き。続いてこちら、トミー。トミーではこちらをね、おばさんにプレゼントなんですけれども、旦那のおばさん、トミーが好きだから、こちらとね、あとは靴下。そう、靴下なんだけど、なんかね、案外自分の旦那の、なんて言うんだろうな、家族だけかなとかも思ったんだけど、靴下って案外さ、クリスマスとかにプレゼントするケースもなんか多いみたいですね。なんかモコモコのさ、すっごい室内で履くあったかいのとかもあるじゃんね、そういうのとか。続いてギャップ、ギャップでもこちら、同じモコモコ系、もうこれは必要ですね。そう、マスト、マスト。そう、絶対必要。この冬を乗り越すには絶対こういうね、ジャケットが必要っていうものをこちらに来て学びました。こんなの一個も持ってなかったから。さあ、そしてこちらもね、これは娘ライラがさ、こういうすっごい柔らかいの好きだからね、頭からかぶれるし、もう耳とかね、全部顔も一気に抑えられるし、ほら、イヤマフ、ま、なんだっけあれ、イヤパフっていうんだっけ、名前忘れちゃったんだけど、ほら、耳にやるやつだとかさ、ベニーとかしなくてもこれで一気に覆えるからいいかなと思いましたよ。そしてカーディガン、かわいいよね、灰色と薄ピンクとか合わせていいと思う。たらーん、そしてギャップ、ゆずちのさん。ギャップの香水って初めて買ったんだけれども、なんかね、ほら、 LINE で待ってる時にさ、この LINE の近くにさ、テスターだとかリップグロスだとかいろいろ置かれてるじゃん。で、その中にこれがあって、そう、あ、匂いしてみようと思ったら、なんかね、昔すっごい使ってた香水に匂いが似てたの。ちょっとそれが何なのか思い出せないんだけど、そう、すっ
ごい似てて、え、懐かしいとか思って、多分さ、昔 CO2 とかぐらいかな、高校生の時ぐらいに CO2 にちょっと似てたからかもしれないと思って買っちゃった。そうで、今回買ったらさ、見て、このキューポンもついてきて、ギャップの50ドル以上買ったらね、25ドルオフですよっていうことで、はい、続いてゲスもこちら、サンダル、よいしょ、サンダル超かわいいよ、ゴールド、周りがゴールドになってる、こうやってね、ゴールドとこのタンとこの、 あのジーンズデニムっていう組み合わせがさ、超かわいいと思いました。はい、そしてこれで最後かな、こちらクラブアンクラインではバッグを買いました。なぜね、最近これを買ったかというと、自分と旦那との契約内容が、娘が3歳になったらもう自分は就活を始めて、で娘もね、他の子、社会勉強にもね、もうできるように保育園に行くっていう契約満期が来ましたので、そろそろ就活もね始めないとなということで、それに合わせて娘の、学校に行く、カバンも合わせて買いました。はい、ということで今日の、ホールも以上になります。最後まで見てくれてありがとうございます。オリビア・アキでした。じゃあねー。